いじめを受けてたんですけど、うんうんうん、あの、そのいじめの内容が結構きつくて、自分の方でなかなか納得がいかないっていうか、うん、処理できないっていう気持ちになってしまってて、うん、あの、まず私今学校に、これはインターネット上に残されていた動画の音声です。声の主は広瀬爽彩さん、当時中学2年生でした。動画でいじめを受けていたと打ち明けていました。先輩からいじめられてたんですよ、うんうんうん、で先輩にいろんなものをおごったりとか、うん、あのちょっと変態チックなこともやらされたりとかもしたんですけど。先輩はなんか異性？いや、同性です。同性にちょっと変なこともさせられたんだ。うんうんうん、でも異性の時もありました。あー、なるほどね。それで、うん、そういうのにトラウマがあっても学校自体に行けなくなってしまって、うんうんうん、今学校側もいじめを隠蔽しようとしていて、前の、まあそうだよね、今の時代は。特にそうそうそう。去年3月、長い冬がまだ居座る北海道旭川市の公園で、爽彩さんは雪に埋もれ、凍死した状態で見つかりました。爽彩さんは生前、インターネット上の友人にメッセージを送っていました。会うたびに物をおごらされる。最高1回3000円。合計1万円超えてる。性的な写真を要求される。動画でも苦しい胸の内を明かしていました。外に出ることが辛くて体力もなくて、学校に行くだけの体力もなくて、うん、行っても吐きそうになってしまったりだとかあるから、うん、いじめのトラウマに苦しみ続けていた爽彩さん。しかし中学校や旭川市の教育委員会はいじめとは認めませんでした。爽彩さんの母親の証言です。いたずらが過ぎただけであっていじめではないし、悪気があったわけではないですっていうことをずっと伝えられてました。何度も冒頭お詫びを申し上げたいと思います。遺体が見つかってからおよそ1年後の今年4月、旭川市教育委員会の黒蕨真一教育長は爽彩さんがいじめを受けていたことを認め謝罪します。この度の結果を重く受け止め、心からお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。それでも中学校は口を閉ざします。あの、広瀬爽彩さんのいじめの件でちょっとお話を伺いに参ったんですけれども。いや、お答えします。あの、第三者委員会がいじめがあると認めたんですが、これを受けて受け止め、どのようにお感じでいらっしゃいますでしょうか。いじめを調査した第三者委員会の辻本純正委員長は記者会見で爽彩さんが受けていたいじめについて淡々と読み上げました。性的な動画の送信要求を長時間にわたって続けたことはいじめにあたる。間違いなく対象生徒さんは心身の苦痛を感じていた。しかし爽彩さんの遺族弁護団は調査のあり方を批判します。教師やいじめた加害者の側からの聞き取りだけで事実認定をした結果、文脈を書いて不完全な内容に事実認定がされているような箇所が散見されたりですね。調査が進むにつれて問題が次々と明らかになります。爽彩さんは生前何を訴えていたのか。中学校や教育委員会はなぜいじめを認めなかったのか。彼女の死が
大人たちに問うものを考えます。 HBC ラジオドキュメンタリー埋もれた声、旭川中二女子いじめ問題が問うもの。北海道旭川市、人口およそ33万人の北海道第二の都市です。冬には氷点下20度を下回るほどの厳しい寒さが続きます。春にはまだ遠い3月23日、郊外の静かな公園が騒然となりました。雪の中から女の子の遺体が見つかったのです。見つけたのは近所の住民。遺体は冷たく凍っていました。広瀬さあやさん、当時中学2年生。死因は凍死でした。はい、HBC 報道部です。はい。私は HBC 報道部記者の中原達也。普段は札幌で警察担当のキャップとして事件や事故の取材をしています。私がさあやさんのいじめを知ったのは去年4月、文春オンラインが独自で配信した記事でした。記事にはさあやさんが壮絶ないじめを受けていたこと、中学校がそれを認めなかったことなどが詳細に書かれていました。さあやさんが受けたとされるいじめの記事を読んで、幼い子供を持つ父親として恐ろしさとおぞましさを感じました。その一方で、文春オンラインが最初に記事を出したことを地元のテレビ局や新聞社はなぜ見過ごしていたのか、焦りも感じていました。その日から警察担当の記者でチームを作り、この問題の取材を始めることにしました。まもなく終着旭川です。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。しかし取材は思うようには進みませんでした。学校や教育委員会は調査中として取材に応じず、遺族も口を閉ざしていました。少しずつ取材を進める中、半年が経ち、さあやさんの母親にインタビューできることになりました。母親と一人娘の母子家庭、彼女の身に何が起きたのか、母親に尋ねました。小さい頃からといいますか、して、お母さんから見て、どういう性格なのか、どういうお子さんでした。母親はまず、小学校時代の様子を話し始めました。本当にやんちゃで、でもすごく明るくて、年下の子に対してすごく優しいというか、重いものを持って、二人分持って帰ってきたとか、雨に濡れないように自分の傘を差したとか。さあやさんは幼い頃から絵や詩を描くのが好きな子供でした。小学生の時に描いた詩があります。それは前向きな彼女の性格を表す希望に満ち溢れたものでした。私が響いている、透明な殻の中で響いている、ありったけ響いている、外はもうすぐ春らしい。学校一緒、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 
小学4年の運動会で元気にソーラン節を踊るサーヤさんの動画が母親のスマートフォンに今も大切に残されていました。健やかに育っていたというサーヤさん、希望を胸に中学校へ通う娘の姿を見るのを母親は楽しみにしていました。やる気で満ち溢れてる感じというか、将来生徒会に入りたいから学年委員長をやる、で部活もやりたいし塾も通いたい、英語英会話もやり続けたい、全部やりたいって言っていつもキラキラしている感じです。母親が娘の異変を最初に感じたのは2019年中学入学から間もなくのことでした。4月の後半頃からサーヤさんは部屋に引きこもりがちになったといいます。部屋からはごめんなさいと誰かに謝るような声も聞こえてきました。深夜に家を出て行こうとすることもありました。母親が止めると怯えて泣き出したといいます。母親はいじめを疑い中学校に相談しました。しかし担任はいじめと認めようとせず、ふざけただけだと説明したといいます。ふざけて読んだだけですとか、あの子たちはちょっとおバカな子で選挙カーを見ただけでも追いかけていっちゃうような子たちだから気にしないでくださいって、いじめではありません、ふざけただけですとか、仲のいい子なんですっていう説明をされました。およそ1ヶ月後の2019年6月22日、母親の疑いが確信に変わる出来事が起きます。母親のもとに学校から電話がありました。先生も慌てた様子で、公園横にある川に来てくださいと。で、さやちゃんが川に入水しているっていう連絡を受けて、さやさんが川に飛び込み自殺を図ったのです。この日サーヤさんに何があったのか、関係者への取材や情報公開請求で入手した中学校や教育委員会の内部文書から当時の様子が明らかになってきました。当時サーヤさんは10人ほどの生徒や児童と公園に集まっていました。上級生の一人がサーヤさんの仕草を真似てからかい続けた上、秘密をばらすぞと脅しました。サーヤさんは追い詰められます。サーヤさんはこの時のことをインターネット上の友人にこう説明していました。いじめてきてた先輩に死にたいって言ったら、死にたくもないのに死ぬって言うんじゃねえよって言われて自殺未遂しました。公園横にある水深30センチほどの川、サーヤさんは柵を乗り越えて土手を滑り降り川に入りました。6月とはいえ冷たい水の中で学校に電話をして何度も死にたいと訴えました。電話を受けた教師がやってきた時にはサーヤさんは膝下まで川に浸かった状態で、死にたい、生きたくないと繰り返しパニックになっていました。許可を得て川に降りるゲートを開けてもらい、サーヤさんが飛び込んだという川のそばまで降りてみました。彼女が滑り降りたという土手の高さはおよそ3メートル、とても急なコンクリートの土手で
滑り降りるというよりは落ちたという言葉の方が当てはまるかもしれません。彼女がどれほど追い詰められていたか分かる場所でした。サーヤさんは精神的なダメージを受け、その日のうちに入院。心配になった母親がサーヤさんのスマートフォンを確認します。 LINE の中にはサーヤさんの性的な画像を送るよう上級生から強いられるやり取りが残されていました。この事実を知った母親は学校に連絡した上で警察に届け出ました。関係者を取材すると警察によるスマートフォンの解析でサーヤさんの性的な画像や動画が SNS 上で拡散されていたことが分かりました。捜査関係者によると少年一人が児童ポルノ禁止法に違反する疑いがありました。しかし14歳未満で刑事罰には問えないため触法少年として厳重注意しただけで終わったということでした。一方、サーヤさんが通っていた中学校はいじめの疑いすら認めませんでした。自殺未遂からおよそ2ヶ月後の2019年8月、母親は教頭との面談でいじめではなくいたずらと言われたと話します。学校の方としてはいたずらが過ぎただけであっていじめではないし、悪気があったわけではないですっていうことをずっと伝えられてました。何度も。じゃあ何をされたら、どこまで何をされたらいじめですか。もっともっともっとひどいことをされなければいじめにならないんですかって聞きました。でも教頭は、その今加害者と言われてる子にも未来があるんです、お母さんはどうしたいんですかっていうのをずっとずっと何度も何度も、お母さんはどうしたいんですか、じゃあできないのは分かってるんですけど娘の記憶を消してくださいっていう、その時にお母さん大丈夫ですか、頭おかしくなっちゃったんですかって、病院に行った方がいいですよって言われました。母親がまとめた手記の中には教頭の発言がこう書かれていました。10人の加害者の未来と1人の被害者の未来、どっちが大切ですか。10人ですよ。一人のために10人の未来を潰していいんですか。本当にこんな発言をしたのか。私はにわかに信じることができませんでした。中学校を通じて教頭に取材を申し込むと書面で回答が返ってきました。調査の中で私個人の対応や発言につきましても事実関係に基づいて誠実に報告させていただく予定です。第三者委員会の調査を理由に教頭が私の疑問に正面から答えることはありませんでした。自殺未遂からわずか3ヶ月後の2019年9月、中学校と旭川市教育委員会はいじめと認知するまでには至らないとして調査を終了しました。いじめについてサーヤさん本人に直接聞き取り調査をすることはありませんでした。中学校と旭川市教員が調査を終了した直後、旭川市の地元雑誌が
サーヤさんの自殺未遂の背景にはいじめがあり、中学校はいじめを隠蔽しようとしていると報道します。私たちが情報公開請求で入手した資料の中に、中学校が地元雑誌の報道の後に作ったいじめを完全否定する文書がありました。ありもしないことを書かれ、生徒の皆さん、保護者の皆さん、先生方も含め、みんなが心を痛める状況となりました。根も葉もない記事に関して、どこの誰が関わっているだとか、間違った情報が LINE 等で回っているとのことです。文書には大きな文字で重要という見出しが書かれ、何度も事実ではないと記事を否定していました。サーヤさんは病院を退院すると旭川市内の別の中学校へ転校しました。しかし PTSD 心的外傷後ストレス障害に苦しみ、中学校に通えない状況が続きました。母親に自分がされたことについて多くを語らなかったサーヤさんですが、感情をあらわにしたことがあったといいます。中学校側が説明した内容を初めて知った時です。私がその事件に対して当時求めてたのとかあって、それを私が仕事を行ってる間にたまたま見つけてしまったんですよね。それで怒って、こんなじゃない、ママこれ信じてるのって嘘ばっかりって言われて、私は違うって、サヤが話せないから向こうが言ったことをそのまま書いてるだけだよって言ったんですけど、なんかもう泣いて怒って、サヤさんは次第にインターネット上で知り合った友人に自分が受けたいじめについて打ち明けるようになります。会うたびに物をおごらされる。最高1回3,000円、合計1万円超えてる。性的な写真を要求される。精神的に辛いことを言われる。今までのことバラすぞなど。自殺未遂から1年後の一昨年5月21日、サーヤさんはツイッターでも苦しい胸の内を告白していました。私は前の学校でいじめを受けていました。ひどいものなのかも私には分かりません。辛いのかももう分かりません。でも私の中に深く残っていることは確かです。いじめを受けたのは3ヶ月ほどなのに、もういじめを受けてから1年経ちそうなのに、私は何もできません。何もかもが怖くて怖くてたまりません。あ、はじめまして。あ、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。私たちはインターネット上に残されたある動画を見つけました。自殺未遂のおよそ1年4ヶ月後の一昨年11月、ライブ配信された動画です。主催する男性が進路や将来についての相談を受け付ける動画です。ここでサーヤさんはいじめや不登校を打ち明けていました。いじめを受けてたんですけど、そのいじめの内容が結構きつくて、自分の方でなかなか納得がいかないっていうか、処理できないっていう気持ちになってしまってて、でそれでなんか内容、まあすごい簡単に内容を説明しますと、まず先輩からいじめられてたんですよ。で先輩にいろんなものをおごったりとか、ちょっと変態チックなこともやらされたりとかもしたんですけど。先輩はなんか異性？
いや同性です。同性にちょっと変なこともさせられたんだ、うん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 、でも異性の時もありました。おなるほどね。それで、うん、そういうのにトラウマがあっても学校自体に行けなくなってしまって、うんうんうん、そうで学校に行くためにはどうしたらいいんだろうって考えた時に何も自分じゃ思いつかなくて、うんうんうん、で今学校側もいじめを隠蔽しようとしていて前の、まあ、そうだよね今の時代は。 そうそうそう、うん、それで親は知ってます。あのちょっと大ごとになってるんでちょっと親も知ってるんですけど、うん、それでなんかあの学校の先生とかもよく家に来て、うん、あの学校来ないのってずっと聞いてくるので、うんうんうん、それでどうしようってなってて、で、うん、中学1年生の2学期からも学校にほとんど行けてないので、うん、相談したこの時もサーヤさんはいじめのトラウマに苦しみ転校先の中学校に通えないと打ち明けていました。外に出ることが辛くて体力もなくて学校に行くだけの体力もなくて、うん、行っても廃棄そうになってしまったりだとかあるから、うん、どうなんでしょうみたいな。人が怖いし人と話せるのも苦手だし人に迷惑かけるのも怖いし、あのみたいな感じになってしまっていて、うんうんうん、人に迷惑かけることとかがいけないことだって思ってる節が私の中であって、うん私自身すごいメンタル状況が不安定で、それでなんかあの学校に行くと 1,2 時間でギブアップしちゃうんですよ基本的に、うん、一方でこの頃サーヤさんは高校進学に向けて少しずつ前を向き始めていたといいます。12月の後半というか本当にお正月に近い時期に高校に行きたいっていうのを職で中に言われて、私はその時すごく嬉しくて、なんか良くなったんだなって、本当に周りの友達に電話で自慢するくらい良くなったなって思ってたんですけど、しかし去年2月13日午後5時半ごろ、サーヤさんはネット上の友人にメッセージを送ります。ねえ、決めた。今日死のうと思う。今まで怖くてさ何もできなかった、ごめんね。そして連絡を絶ちました。母親が仕事で外出した1時間の間にサーヤさんは上着も着ずに家を出て行きました。この日旭川市の夜はマイナス5度を下回る気温でした。自宅から2キロほどの公園、広い敷地には雪が深く積もり、夜訪れる人は誰もいません。雪の下からサーヤさんの遺体が見つかったのは1ヶ月後のことでした。本当に全く実感がなかったので、サーヤじゃないってずっと思っていました。普通に葬儀もしたんですけど、でもどこかサーヤじゃない、それはもう今もずっと続いてます。逆にいつ受け止めることができるのかっていうのがわからない。涙を浮かべながら絞り出すように当時を振り返った母親。私の質問が辛い記憶を呼び起こしてしまったのではないか。次に問いかける言葉が
見当たりませんでした。去年4月、文春オンラインが市の背景にいじめがあったと報じると、中学校や旭川市教委には抗議や問い合わせが殺到。報道の皆様方には本日事態を重く見た当時の西川正人旭川市長が調査に動きました。旭川市教委はいじめ防止対策推進法に基づく重大事態として第三者委員会を設置し再調査を始めました。ようやくいじめの疑いがあると認めたのです。中学校が開いた保護者向けの説明会では不安や怒りの声が相次ぎました。今回の発言について生徒たちには学校からどのように説明しているのでしょうか。そして私たちは子どもに質問されたときに何て答えればいいんでしょうか。あのおとなしい声をいじめで流したと犯罪性学校でこの中途半端な説明会でどれだけ見ながら進んでいくんですかね。一方、第三者委員会の調査は遅々として進みませんでした。いじめ問題の解決を主張し旭川市長選挙で当選した今津博介市長、去年10月市議会で踏み込んで発言をします。女子生徒本人のいじめられているとの SNS でのやり取りなどの情報等を踏まえ、私としてはいじめであると認識いたしました。第三者委員会が調査中であるにもかかわらず、市長自らいじめがあったと認めたのです。調査に影響を与える政治介入だと議会などから批判の声が出ました。真意は何だったのか。今津市長は私たちのインタビューでこう釈明しました。私はですね、自分の判断に基づいて市長として市民の皆さん、そして子どもたちの生命身体を守るという観点から、私はいじめであるということを認識し、そしてその上で一般的にも国民の多くの皆様がいじめであるという状況がありましたから、それをお伝えをしたということでございます。調査開始からおよそ1年後の4月15日、第三者委員会はようやく6つの項目でいじめがあったとする中間報告を公表しました。サーヤさんが川に飛び込み自殺を図った日から3年近くが経っていました。第三者委員会はいじめに関わったのは7人の上級生と認定しました。男子4人と女子3人、同じ中学校が4人、別の中学校が3人です。いじめは2019年4月の中学校入学後すぐに始まり、6月まで相当程度の頻度で行われていたとしました。そしていじめの内容を記者会見で明らかにしました。深夜かっこないし未明かっことじの時間帯に本人を含めて公園に集まろうという趣旨の会話をグループ通話で行ったこと、それを実行していないにもかかわらずそれを本人に伝えなかったことはいじめにあたる。サーヤさんが深夜に家を出ようとしたのは上級生から呼び出されたためでした。お菓子などの代金を負担する行為かっこおごり行為かっこ閉じを繰り返し受けていたことはいじめにあたる。本人との LINE でのやり取りにおいて
性的な話題を長時間にわたって続けたこと、性的な動画の送信要求を長時間にわたって続けたことはいじめにあたる。上級生は三谷さんに代金を負担させただけでなく、自らの性的な動画を送るよう求めました。さらにいじめはエスカレートします。自殺未遂の6日前の公園のベンチで、上級生たちは三谷さんに性的な行為をするように強います。断ることのできなかった三谷さんは、5人の上級生に囲まれながら自分で性的行為をさせられました。そのベンチは公園の奥にありました。すぐ隣には小学校があり、校庭には子供たちの楽しそうな声が響いていました。サーヤさんはどんな気持ちでこの場所で性的な行為を強いられたのだろうか。現場に立つと、上級生たちの好奇の目にさらされた彼女の絶望が感じ取れるような気がしました。その都市部に関して、現代のいじめ問題について研究する仏教大学の原清春教授、サーヤさんのケースを見てもいじめの特徴が変わってきていると指摘します。最近のいじめって、基本的にはその人間関係があるように見せかけるんですね。つまり昔のいじめはどっちかというと、こう集団とかクラスの中から対象のなる子を弾き出して、で残ったメンバーがその団結を強めるような構造ってありましたよね。つまり排除の構造なんですね。ところが最近のいじめの特徴は、むしろ対象となる子をグループの中に入れておいて、でその子に対してみんなでこう人間関係がある、つまり友達だっていうような状況を作り上げた上で、いじめを継続するっていう特徴が強いかもしれませんね。表面上は友人関係のように見えることで、いじめが見つけにくいといいます。さらに SNS やインターネットがいじめの隠れ蓑になっていると話します。表面的に見えるもの、あるいはいじめだと明らかに他者が認識できるしやすいものっていうのは、やっぱりどちらかというと子どもたちはダメだっていうのを分かってますから、それをこう自分たちの世界へ引っ張り込んで秘匿したりとか、いじめに見せないようにうまく偽装したりとかっていうのは、ある種工夫をするんですね。ネットいじめって外部からは基本的に見えない構造になってるんですね。だからその意味においては、いじめをこう入れ込むのには、すごく、ある意味子どもたちからすると便利な道具が身の回りにあるっていうふうに考えていいんだろうと思いますね。中学校や旭川市教委には、いじめと認識して対応できたはずのタイミングがいくつもありました。私たちはサーヤさんの自殺未遂から1ヶ月後の2019年7月11日に作成された中学校の内部文書を入手しました。そこには加害生徒への指導についてこう記されていました。生徒に対してきちんと謝罪できる準備はできているのか。今回の一連の出来事は重大な事案であることを忘れてはいないか。サーヤさんをめぐる一連の出来事について、中学校は文書に重大な事案と記していました。さらに旭川市教委を指導した北海道教育委員会の文書からある事実が分かりました。中学校と旭川市教委がいじめと認知するには至らないとして調査を打ち切った1ヶ月後のことでした。2019年10月、同教委は学校はいじめと認知し、保護者と一緒に対応する必要があると旭川市教委に指導していたのです。当該生徒がいじめではないと話していても、客観的に見ていじめが疑われる状況である。
特に当該生徒が川に入った際、死にたいと繰り返し訴えていることから、心身の苦痛を感じていることが考えられる。文書の空欄には手書きで書かれた文字がありました。対応が遅い、放置することのないよう指導する。同教員の担当者は旭川市教委に再三指導を促していました。同教員の対応はある法律に基づいたものでした。結果を報告いたします。投票総数201。2013年に成立したいじめ防止対策推進法では、いじめを児童らが心身の苦痛を感じているものと広く定義しました。児童らの生命や心身、財産に重大な被害が生じた疑いがあるときは、学校や教育委員会が重大事態として速やかに調査組織を設置して調査をすると明記しています。この法律ができるきっかけとなった事件は滋賀県大津市で起きました。2011年10月、当時中学2年の男子生徒が自宅マンションから飛び降りて自殺しました。自殺後、学校が生徒らに行ったアンケートで、男子生徒が自殺の練習をさせられていたなど凄惨ないじめを受けていたことが明らかになります。しかし中学校と大津市教育委員会は調査を打ち切り、自殺といじめの因果関係を認めませんでした。その後2012年7月には警察が中学校と教育委員会を家宅捜索し、刑事事件に発展しました。当時の市長の下で設置された第三者委員会は、調査開始からおよそ半年後、いじめが自殺の直接的な要因とする最終報告をまとめました。自殺した男子生徒の父親に私は話を聞くことができました。父親は爽彩さんが受けたいじめに心を痛めていました。こんなひどいことが、本当に今子供が亡くなってから、法律もできてから、今なおそういう事件が、うちの息子よりももしかしたらもっとひどい事件が今起きてるんだっていう、その報道を聞いて本当に愕然としたというか、もう悲しいというか。大津市の事件を受けていじめ防止対策推進法ができたにもかかわらず、爽彩さんのケースでは当初いじめの疑いすら認められなかったのはなぜなのか。旭川市教委の黒わらび新一教育長は、第三者委員会がいじめとして認めた6項目のうち5項目は当初から市教委として認識していたことを記者会見で認めました。爽彩さんが性的な動画の送信を要求されたことや、公園で自ら性的な行為をさせられたことを市教委は知っていたのです。その時関係生徒に対するですね、学校側のこの踏み込んだ聞き取りっていうんでしょうか、そういったところをより丁寧に行う必要はあったのではないかなと思いますが、その点についても今後しっかりと検証しながら、改めるところを改めていきたい。問題の背景には教育委員会と学校のいびつな関係があると指摘する人がいます。野戸谷茂、旭川市議会議員です。当時の学校長はもともと教育委員会の幹部でしたので、当時の担当者たちはみんなその下の部下ですよね。その逆転した関係ということも巷では言われてます。学校は
いじめの有無を最初に判断します。旭川市教委と同教委はそれぞれ学校に対し指導や助言を行います。一方、教育委員会と学校の間では人事異動があります。沙耶さんがいじめを受けていた中学校の校長は2016年まで旭川市教委の学校教育部次長を務めていました。その後2018年に中学校に校長として赴任します。沙耶さんはその1年後に入学しました。つまりいじめとして対応するよう中学校を指導する教育委員会は中学校の校長のかつての部下という逆転した関係でした。第三者調査やなんかの聞き取りやなんかも聞いてみないと分かりませんけども、教育委員会は相当指導するために頑張った面もあるとは思うんですよね。だから全く言いなりだったとは思えないんですが、最終的には押し切られてると言ってもいいんじゃないかなというふうに思われます。なぜ頑なにいじめの疑いすら認めなかったのか、当時の校長に話を聞くために自宅を訪ねました。広瀬沙耶さんのいじめの件でちょっとお話を伺いに参ったんですけれども。いや、お断りします。第三者委員会がいじめがあると認めたんですが、これを受けて受け止めどのようにお感じでいらっしゃいますでしょうか。お断りしますので。当時いじめを判断されなかったのは何かご理由があるのでしょうか。校長は質問に答えることなくインターホンを切りました。中学校に取材を申し込みました。改めて何項目かちょっと質問したいことがありまして、できれば担当の方、校長先生なのか教頭先生なのかを。中学校は対面での取材は受けられないとして書面で回答が返ってきました。学校として大変重く厳粛に受け止めており、ご遺族に対し多大なるご心痛をおかけしていることを大変申し訳なく思っております。いじめを認めなかった中学校の判断には旭川市の教育現場特有の事情があったのではないか、そう指摘する地元の学校関係者もいます。確実に隠蔽に見えるということ、隠蔽に見えるには必ず動機があるということですね。その動機は何かというと、六稜会と言われている地元の、先生たちの OB の、会が、の中でですね、非常にこう複雑な個人的な事情が、相まっていると思います。六稜会とは北海道教育大学旭川校の OB 会です。旭川市内の小中学校の多くの教員がこの六稜会に所属しています。沙耶さんが通っていた中学校の校長や教頭もメンバーだったといいます。大学生の時から一緒の、同期のメンバーが同じ町の、小中学校勤務して、ずっと切磋琢磨して、いくわけですね。その中で、全員知った顔という中で、その自分が関わっている学校でいじめに限らず不祥事があると、やはりこう面つま立たない、恥ずかしい、そういった心理も働くということが考えられています。沙耶さんの訴えは仲間内の面つのために見過ごされたのでしょうか。旭川市教委に当時の校長との関係性や六稜会について疑問をぶつけました。校長先生が2016年まで、市教委にいらっしゃったと思うんですけども、この件がですね、その当時の調査に与えた影響というのを市教委さんとしてはどのように捉えられていますでしょうか。旭川市教委は校長と市教委の関係が
当時の判断に与えた影響はないと否定しました。一方、六両会については、一般的な OB 会としつつも、個人の考えや内部の関係性についてはわからないと言葉を濁しました。大津市で自殺した男子生徒の父親は、息子が亡くなってからの10年を振り返り、悔しさをにじませました。本来であれば学校や教育委員会が自助能力、自助作用というのを生かして解決していかなければならないし、そういうことを子どもたちに教えてる人だと思うんですけれども、それが教育現場側サイドでできていない、できないということに、まあ本当にこの10年間何だったのか、うちの子どもの事件があってから10年間やっぱ変わらないのかなと。サーヤさんにいじめがあったことをようやく認めた第三者委員会。しかし母親への聞き取りが1回しか行われていないなど、遺族側の代理人弁護士は調査の在り方を批判します。遺族側の聞き取りが不十分だという点、そして2つ目に、その遺族側が提供した資料を事実認定に反映していただけていない点、それは一方でクラスメートや教師やいじめた加害者の側からの聞き取りだけで事実認定をした結果、文脈を書いて不完全な内容に事実認定がされているような箇所が散見されたりですね、他にも事実関係が曖昧で不明確な部分が少なからず残っているとかですね、まあそういうところも不満がありますね。遺族側は第三者委員会が公表したいじめの概要で、サーヤさんが自ら進んで性的な行為を行ったかのように読み取れる部分があることを問題視しています。公表された内容にサーヤさんの訴えは反映されていると感じるかとの問いに、遺族側の代理人弁護士はこう答えました。正直感じてないですね。すべてが反映してない、すべて無視されたとか、そういうふうにも思ってはいないんですけど、実際に膨大な量の事実認定を見る中で、軽視されていると感じる箇所は何個も重なったので。第三者委員会をめぐっては、調査のスピードの遅さや被害者側が推薦する委員が入っていないなど、遺族側から批判の声が上がっています。旭川市の第三者委員会は弁護士や医師、臨床心理士などで構成されます。委員には中立性、公平性を求められますが、いじめについて専門知識がある人材は限られます。第三者委員会の辻元純正委員長は会見で本音を漏らしました。お願いします。ということで、2年前の出来事を関係者の方から聞き取りを調査するわけなんですが、そこで聞き取れる事実、認定できる事実というのは、そんなに日時場所出来事がクリアなものではありません。最初の段階で、かなり慎重に動いていたのは間違いないし、経験のある委員も少数でしたし。第三者委員会は中学校の対応の問題点やサーヤさんの死といじめの因果関係に関する調査を進め、8月末をめどに最終報告をまとめる予定だといいます。ありがとうございます、集合体が好きとかではないんですけど、基本的に物が集まったりしか描けないので。サーヤさんはトラウマを抱えながらも将来の夢について語っていました。特殊な絵、これ本当に自分で描いたの？そうです。これはなんか自分のちゃんとした世界観を持ってる人だよね、これ。ありがとうございます。
動画の中で自ら描いた絵を褒められて喜んでいたサーヤさん。花や草木をあしらった幾何学模様のようなデザイン、さまざまな色の筆ペンで描いた特徴的な絵。誰かの影響を受けたわけではなく、オリジナルで描いたと話していました。私は好きなことっていうか得意なことを伸ばして仕事にできたら一番楽しいだろうなって思います。でしょ。とりあえず、はい、なんか絵はずっと描き続けておいた方がいいと思うよ。わかりました、ありがとう、それは参考にさせていただきます。いや、なんか褒めてくれるからちょっと調子乗ってる。え、素直にそういうところを言うんだね。褒めてくれるから調子乗ってるとか言って、いや普通に褒めるよ。いや、なんかね、その勉強とかよりも、はい、大切なものがこの子にはありそうな気がするわ。じゃあ頑張ってね。はい、ありがとうございました。いじめが認められたことを受けて、サーヤさんの母親はコメントを出しました。ようやくいじめが認定されました。今も心が折れそうになることがあり、この一年はずっとその繰り返しでした。学校は誰が見てもいじめだとわかる状況だったのに、なぜいじめではないと断言できたのでしょうか。今でも疑問です。あの時、いじめだと認めてほしかった。いじめはサーヤさんの尊厳を傷つけました。その訴えを聞こうとしなかった大人によって、サーヤさんの傷は深まったのです。いじめを認めて対処していれば、サーヤさんには違った未来があったのかもしれません。彼女の死は、法律ができて10年近くが経った今も、いじめに対して大人たちが向き合わず苦しむ子供たちがいることを浮き彫りにしました。いじめが認められるまで3年もの間埋もれていたサーヤさんの声。彼女が発した問いに大人たちが答えを出す日はいつ来るのでしょうか。まあ、いじめを受けてたんですけど、そのいじめの内容が結構きつくて、学校側もいじめを隠蔽しようとしていて、HBC ラジオドキュメンタリー埋もれた声、旭川中二女子いじめ問題が問うものを終わります。